はるみさんこんにちは、あかんですということで、皆さんこの佐々木作使ってますでしょうか。まあ、このキャラはですね、結構対決ルカに戦っていける性能をしているんですけども、僕個人の意見としてはですね、対決ルカで勝てるんじゃねと思ってるわけなんですよ。なので、まあ、佐々木作使ってる方であったりとか、今から流していく、あの動画とかね、今から説明する性能を見て、あ、やっぱこれは佐々木作の方が有利なんじゃねとかいう意見とか、まあ、普通に対決ルカの方が有利なんじゃねとか、どっちの意見でもいいんですけど、とりあえずね、あの皆さんの意見を聞きたいなと思ってこの動画を作っているっていう感じになってるんですね。でもこの佐々木作って結構対決ルカに対してね、使っていける性能になってて、まあ、それが何かっていうと、まあ、対決ルカって SS 打ったらさ、スライスドロップ封印っていうするんやけども、この佐々木作っていうのはテクニックタイプやから、まあ、これがついてるんですね。通常吸収封印を無効化するっていう能力。これがあることによって対決ルカにスライスドロップ封印されても何もできひんって状況を、まあ、なくすことができる。っていうのと、この子は SS を打ったらですね、メンダコってやつを設置できるんですけども、まあ、これを打って、まあ、相手がね、対決ルカ側がそのメンダコに触れてしまうと、転倒してしまうんですよ。転倒して普通にスライスで決められてしまったりするので、これも結構ね、あの佐々木作のが有利な性能となってる。ただ俺は対決ルカでこれ避けれると思ってるんよ。まあ、それもね、相手の配球次第なんかもせえへんけど、それもちょっとみんなに聞きたいっていうところですね。でこのスーパーショットも結構強くて、あのこの球を取ってしまう、取らなくてもいいなんですよ。これ不可避って書いてるでしょ。なのでこれ取らんくて、あの対決ルカって陣あるじゃないですか。そこで SS 取ったら何の能力もあのステータスダウンとか食らわへんと思いきや、これ不可避なんでどこにおっても受けてしまうっていうのも結構ね、対決ルカに対して戦っていける点なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、これ何が、食らうかっていうと、パラメータダウンするっていうのと、判定弱体食らうっていうのと、スタミナ消費がアップするっていうのと、スタミナ必中ダメージ、これ大体150ぐらい食らうやつなんですけど、この中で、まあ、結構対決ルカ意識してるなと思う性能が、このスタミナ消費アップってやつですね。あの、対決ルカっていうのは、スタミナ消費をいっぱいカットすることによって、まあ、SS をオンザにしたりとか、なんか、主にそれがね、一番目玉な商品となって、商品っていうか、まあ、そういう性能が、まあ、一番主な感じとなっているわけではあるんですけども、これね、僕は対決ルカでオンザ打てるんですよ。このスタミナ消費をアップさせられとっても。だから、これがあんま意味ない気もするんですけど、まあ、とりあえず、ま、これらがね、主な対決ルカを意識したね、性能となっております。で、今からですね、戦ってる映像を流していこうと思うんですけども、その映像はですね、昨日やったライブ配信、フレマ配信ですね、での動画ですので、まあ、全編見ないとかいう方はですね、アーカイブ残してますので、普通に YouTube の、まあ、再生リストなり、普通に動画の欄からね、見ていただけたらなと思います。はい、というわけで、今からですね、試合流していきますので、そちらの映像を見ていってください。どうぞ。お、相手キャラ強いな。何やったっけ、佐々木作やったっけ。佐々木作さ、結局なんかルカでなんか勝てるかどうか微妙じゃない。なんかルカに勝てるか微妙じゃない。なんか割と俺が当たる佐々木作には割と勝てたりするんよ。有利ってわけではないよ。ただなんかなーで勝てるみたいなパターンがあるんですよね。まあまあよろしく。多分あっちの方が有利っちゃ有利やと思うねんけど、ちゃんとね、右左とかまっすぐに動くことができたら、まあ結構大丈夫やと思うんやけどな。まあきついかな。まあまあ。今日のフレーム配信で分かることでしょう、きっと。どっちがきついかは。よいしょ。トゥトゥトゥー。やば。もう溜まったんですけど、いいんかな、これって。よいしょ。相手 SS まだなんかな、怖いな、これ。あ、体力借りてきたよ。いいよ。あ、ドリンク取った。オッケー。ルカ対決。やべえ、ロボはやばい。あー、でかいでかい。割れたんでかい。こっちやろ。あ、やべた。二択失敗しました。まあまあ、陣で取れたからセーフでしょ。はい、遅いボレーちゃん。ボレーちゃうわ、これ。遅いスピンやった。あ、ラッキー。ナイス。俺のチーム次 B に昇格する。マジで？いいね、いいね。おめでとう。俺と同じやん。俺も次 B って感じやったね。よいしょ。あ、そうか。まあ、まだ温度じゃないからね。またそっちかい。あ、ちょっとね、次からスマッシュは右に来ると予想しようかな。相手は右に打つ傾向にあるのか、わざと右ばっかり打って、ほんで、ま、決め時な時に左に打ってくるかね。そういうパターンですね。どっちがですよね。まあ、相手、あ、アウトじゃないこれ。ラッキー。だいぶ、ラッキーやね。うん。チームメンバーありがとうって、あ、来た、CC。うわぁ、高速ラケは強いわ。それはずるいな。なんか、森尾さんもなんか、束縛ラケでやってたよ。多分、カメラケじゃなかった気がするんやけど。エレノアラケやったっけな、忘れたけど。やべ。やらかした。よいしょ。あ、束縛された、やばい。
でもなこれなオンザで決めれるんですよだから 3-1 までここまで点差が空いとったらルカに逆転するのはどうなんかなって感じやねんけど、どう思うみんな。ただあのラケットって2回やったり3回やったっけ、なんか何回か束縛できるよな。ただこの陣があったら束縛はちょっとあの防ぐことできるってのもあるんやけど、相手がいっぱい動かせば陣は割れていくからねよいしょ、ここ一番安全地帯、ここ最強、この後ろからこの間一番後ろじゃないところが一番安全。ただこれやばいこれちょっと束縛ラゲされたら厳しいねさすがに勝てねえわ。さあ、いやこっからいけるっしょ、無理かなアウトやん、めっちゃアウトやん、ラッキー、でかいでかい。あ、フレモンルール書いてくれてる、ありがとうカジキ3日ぐらいから辛くなってきた。何の話や、3日ぐらいからガチで何かわからん。ちょっと今、何喋ってるとこを眺めてみたけど、わからんかった。よーし、勝てた。あれ、またやった。ああ、恥ずかしい。よいしょ。でもな、俺次もうヘリオオンズやから、相手がな、ドロップ打ってきた時に打つって決めてんねん、俺。来いよ、SS 来いよ。よいしょ。はい、勝ちました。やったね。やっぱルカゲーやと思うけどね。まあ強いじゃない、多分語りへんやろうけどね。お、相手ソアラゲオ。まあソアラゲオはまあ絶対ルカでいけるやろ。まあ PS ゲオルグで結構ルカ潰せるって言ってる人もおるけど、まああんま負けた経験はないから。まああんまゲオルグ使ってる人がいないっていうのもあるんやけどね。うん。てか最近なんかゲオ増えたよな。なんでな。全然わからんわ。まあケンセイに勝てるってこと。でもケンセイあんま見えへんしな。まあいいか、よろしく。もうこれはもうルカゲーでしょ。よいしょ。あ、ラッキー、でかいでかい。これはでかいよ。うん。シャルでいいコース打つコツありますか？あー、もうアウト覚悟で角度つけに行くとかかな。まあ、あれ出そうと思ってんねん。角度のつけ方の動画。あの、椎名優香も出たところでした。あれ結構アウトするように打っていけばさ、オンザ出るっていうキャラやんか。まあ、ちょっとなんかアウトちょっと、ね、出にくい気はするんやけど。アウトちゃうわ。オンザになりにくい気はするんやけど。まあ、でも、まあ、打ち方が分かってたらそのオンザになる確率っていうのは高くなると思うから、まああの出そうとは思ってる。早めに出した方がいいよな。てか俺出したい動画なんかえぐいぐらいあんねんな。今ストックな、あの同時進行中のなんていうん、あの何やったっけ、編成っていうのが8個ぐらい今ストックあんねんあの進行中のやつでであのメモ書きにしてるんやったらもう 2-30 個あるから、もうあのやりきられへんみたいなことになってんねんなんか1日4本投稿とかしたろかなって一時思ってたんやけど、ちょっとそれやったらあの普通に視聴回数1個あたりの視聴回数が減ってたから、それはちょっとやめた多分みんなしんどいんやろなと思って、それはちょっとやめたって感じではあるんやけど、さあ俺は勝てるのかな結局。でも正味さん、これ陣にかかってるこのメンダコに当たって入れ番したら一発目に点が入るっていうのはあるんやけどさ、この SS がさ速い球じゃないっていうのがほんまに痛ない。ただのなんか元気玉みたいなんやんか。そんなんさ入れ番刺すのだいぶ難しくない？まああのテクチャとかテクドロップ、あテクチャのドロップとかスライスでまあ跳ね刺すっていうのがまあ主なやり方やとは思うんやけどさ、どう思うこれ避けてもどうせダメージとか入るから取った方がいいよ。これ陣がある時に、陣がある時にか、陣で取らずに普通に取った方がいいってのは分かってます。よいしょよいしょ。これボール来てもローブ打てばいいもんなって俺は思うんやけどどう思う、結局みんなどっちのが強いと思う？諦めましたいや俺もゾノスタンプ入れたいって可愛いな。え、俺持ってない気すんねんな。あれどこでゲットした？ログインボーナスやったっけ？もしそれやったら持ってるよな。よいしょ。あ、ほんで相手失点したからあれやな。ステータスダウンしてんな。はい、オンザー。ナイス。最近したらもう見んよな。あれ、最近ちょっと増えてんで。あれがおらんくなったから、ストロークリリカがおらんくなったから、シャル全然参ると俺は思ってるんやけど。声が好き、ありがとう。ハード二のミラリリカでどこまで抵抗できるかチャレンジしてる。いいじゃん、いいじゃん。よいしょ。20は超えてるよ。お、ってことは、俺とさっき言った23は結構有力候補なんじゃないか。よいしょ。相手オバフローやったらあれやんな。低バウンドがつくっていうのと、あと相手がジャストってラケット落としちゃったっけ、この勇。よいしょ。怖い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 。これブレ玉やんな、SS。それが怖いわ。怖い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 。無理無理無理。あー、落ちたラケット。あれ、SS だったらつもりやったのに。ミスった。ロブやった、今の。オッケー。はいはいはい。
ML のあの初見殺しエグいで使いこなしてる。お頑張って。多分俺の動画見てる人ってもう賞味3000、4000、5000、1手5000とかそこらやから、そんぐらいしか人工的には知らんことになるから、まあ、結構指していけるんちゃうかなと思うけどまあ頑張ってあれ使うガチ難しかったけどな。でもマジ使いこなせるようになりたいよな。まだ俺1日も使って半日も使ってない状態だからね。それはしょうがないとして、相手で SS 打ったっけ、なんか記憶にないねんけどあー、ルカで打ってるわ。よいしょ。ルカのラケットスインゲリア広がるやつじゃん。珍しいね。防御力をめちゃめちゃ上げてるってことか。よいしょ。でもこの世は防御力より攻撃力やと俺は思ってるから、攻撃は最大の防御なりやから、俺はスインゲリア無振りあの靴のオートスキルで 5% とヘリオで 5% 分は確かあったけど、それだけかな。このラケット何、ああマルーボルールか。 SS ゲージダメージ食らうじゃん。まあしゃあないね。よいしょ。まあこの子特殊状態じゃなくても急速アップついてるから、まあいけるっしょ。カモン元気玉、俺に力を分からん、俺悟空やったっけ、なんか元気玉打つ子の、あの声が分からん。やばいこれ焦げそうよいしょ。これメンダクがあんまいないときは超余裕でいけるよね。ラッキー勝ち。なんかみんなコメント短いな数字ばっか言うと